シルン美術館はドイツ第二の都市、フランクフルトアムマインにある現代芸術を含む幅広い分野の芸術を展示する企画美術館である。美術館は旧市街地区のフランクフルト大聖堂に隣接し、近年ではカンディンスキー、シャガール、カーロ、ジャコメッティ、ビルビオラ、ビブクラインなどの展覧会を行っている。1986年の開設以来、フランクフルトでも 最重要な芸術の拠点の一つであり、フランクフルト市及びダルムシュタット県により運営されている公的機関である。芸術の展覧会に加えて、朗読会、講演会、見学ツアー、子供向けの科学及び芸術と触れ合うイベントなど、多彩な活動を行っている。美術館の名称であるシルンはドイツ語で物品などを商う露店。 およびフランクフルト2 9世紀頃まであった、その露天街を意味する。一帯は、第二次世界大戦で1944年に大規模に破壊されたが、シルン美術館の建設をきっかけに開発が進められた。シルン美術館の展示スペースは、約2000平方メートルの広さがあり、これは、シュルテスラの設計によるものである。AB フランクファーム AM メーン。 シルン美術館誌による公式の紹介サイト。シルンのカタカナ表記はこのサイトによった。大下シヒテデルシン、タイル1公式ブログでの美術館の経緯概略。多くの写真が掲載されている。ありがとうございます。